今回の動画は包み隠さずこの動画で得た全収益をこれから紹介していきたいと思います。ドル表記なので、はい、いきます。それでは3、おお、はいはい、一番下の数字から。皆さんこんにちは。今回の動画はいつもの動画と、ちょっと違います。なので興味のない方はパスして次の動画から見てください。はい、先ほど見てもらったと思うんですけども、直接あの自分の YouTube のこの管理ページから見えるそのページをそのままあの見せていきます。まあ、自分がこうやって収益を得ているのも、動画をずっと継続して見られている方のおかげですし、まあ、様々な形であの感謝がしたくて、プレゼント企画を行ったりとかはしてるんですけど、やはりねもうちょっとね何か自分が作っている側、まあ、クリエイターとして作っている側として何かこうクリエイターでしか見れないその一部のその世界をね今回はあのお見せしたいと思います。というわけでそれではやっていきましょう。まあ、今回の動画に関しては、タイトルにもある内容で進んでいきます。はい、実際自分の腹筋で僕はあの人生が変わったと言っても過言ではないと思います。ちょっと前にはあるサプリメントの会社で僕の腹筋が宣伝に勝手に使われていたりとかして、腹筋泥棒なんていう言葉もね、ちょっと話題になりました。はい、懐かしい。1年ぐらい前かな。まあそれだけ僕の腹筋があの多分良かったんでしょうね。まああのサムね、あの写真自体がかなり有名なので、まあそれをね使ったんだと思うんですけど、今現在で2100万回ほど見られてる腹筋の動画なんですけど、かれこれあれを3年ほど前に作りました。まああの動画をどのようにして作ったのかっていうことと、なぜそれほどあの動画が見られているのかということを、少しお話ししていきます。これは YouTube をやられてる方にも、そうですし、 YouTube をやっていない方にもかなり興味深い内容になると思いますので、この動画、最後まで見ていてください。あの動画を出した当初というのは、ちょうど筋トレがねこの日本でも流行り始めた時期で、まあ、僕はある怪我をしてトレーニングをすることになったんですよね。筋トレっていうことにまあ注力するようになった時期がちょうどそのブームに重なっていて、僕が出した、トレーニングっていうのは自重でした。でその当時っていうのはあまり自重をご紹介するような動画っていうのは YouTube 上に多くはなかったです。やはりどちらかというとトレーニングを、ジムでやったやり方を紹介したりとか、様々なトレーニングがあったんですけど、自重トレーニング、要は自宅トレみたいなトレーニングはそこまで多くなかった時期です。で僕自身も自重のトレーニングは長くやっていました。これは逆に言えばブームが始まる前から自重のトレーニングっていうのは続けていて、本格的にトレーニングを始めたのがそのブームがちょうど始まる頃でした。僕自身がトレーニングをやり始めたことを考えるともう5年以上経ちます。でその当時自重にちょっとこう注力したような動画を出し始めて、様々な動画も出していました。であの時期にちょうど短い時間でいかに効果を出せるかっていうメニュー組んで、出したんですよね。でその当時っていうのは本当にそういった動画が全くなかったです。とりあえずトレーニング内容もすごく分かりやすく、短いものでやれるもの、これを考案したところで一気に火がつきました。そしてこの動画がもたらした大きな影響というのは、まず僕自身のチャンネルですよね。まあ、YouTube 始めて大体1年半ぐらいの時期に、まあ、その動画を出して、最初正直出した時っていうのは一気にバーンっては上がらなかったです。結構あ、いつもよりも見られてるなっていうぐらいが2、3ヶ月続いてゆっくり右肩上がりに進んでいきました。はい、なので最初にバンって上げた時点で YouTube で注目動画っていうのがあると思うんですけど、あそこのランキングに載った動画でもないんですよね。実はこれだけ見られていても、だから上げた当初っていうのは全然本当にゆっくり、むしろ上げて半年ぐらい経つぐらいにぐーっとってめちゃめちゃ伸びていったんですよね。なので何ヶ月かかけながらどん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 勢いを増していって、その同じ時期に大胸筋、胸を鍛えるトレーニングっていうのも出してます。これも1000万回以上見られてるんですけど、自分のチャンネルもこの時期ぐらいにすごい伸びました。うーってびっくりするぐらい、まあそれほど数多くの方に見られるきっかけになったので、チャンネル単位でもすごく伸びた時期になります。そして何よりもこの、まあ、業界とかこの、まあ、フィットネスっていうシーンにもかなり大きな影響をもたらしたと思います。現に、あの動画を出してから、周りのフィットネス YouTuber、 今までなかったような YouTuber も結構ね自重を出す流れが増えたんですよね。まあ単純に今までジムでトレーニングすることが、まあ、どちらかというとブームだったあの時代から、まあ、僕のあの出した動画の、まあ、伸びがすごかったので、その辺ぐらいから急にこう自重のトレーニングに、自重のトレーニングをメインにしたチャンネルがブワーって出てきて、で僕が出した
下の動画とほぼ同じようなタイトルと、まあ、同じようなサムネっていうのがもう一気にブワッて増えたんですよね。なのでシーンにかなり大きな影響をもたらしたと思います。同じような動画を作ることによって、もちろんコンテンツのね内容って大事なんですけど、アルゴリズム的にやっぱ伸びてる動画の横にね関連動画として表示されることが増えるので、それで他のチャンネルも一緒に成長したと思います。まあ実際これは僕自身がこの YouTube あのチャンネルをやってる中で、まあ、コメントで、たくさんの人にこういった動画が周りで出てますよみたいな感じで教えられて初めて、あ、それほどこう大きな影響があったんだなっていうのに気づかされました。まあ、実際この今動画を見られてる方でも、あの動画を見てトレーニングを始めたっていう方めちゃめちゃ多いと思うんですよ。で今現在もまあ例えば出し始めのあの3年前にあの動画を見たで、今現在もトレーニングを継続してやってるって方多分すごく多いと思うんですよね。なのでたくさんの方にトレーニング筋トレをするきっかけを作ったあの動画とも言えると思います。というわけで前置きが長くなったんですけど、まあそれほどね僕の中ではかなり思い出のある動画の一つでもありますし、まあこの動画ですよね。はい、この動画が3年前に公開したあの時期から今現在までにいくらほど稼ぎ出したのかっていうことを、ちょっと明確にお見せしていきたいと思います。それではやっていきましょうか。よいしょ。これですね。 This shit is super raw。まあいつも見慣れたこのはい、オープニングから、懐かしいですね。ちょうど3年ぐらい前ですね。2018年の5月16日に公開しています。はい、短期集中型1日2分だけ週3回耐久戦腹筋でお腹を割るトレーニング方法。いいねの数も、30万あって、バットもね2500ぐらいついてますね。誰やろう。今現時点ではでコメントの数も、かなりたくさんあります。13568件のコメントが来てます。はい、それではね早速見ていきますか。アナリティクスで、はい、普段ねこの辺の情報っていうのは見ることができないと思うので、今日はお見せしていきたいと思います。はい、まあ、チャンネル登録者と、未登録の人の比率であったり、国別ですね。はい。断トツで日本が多いですけど、ちょっとアメリカ 0.1% ある。男女比率もね、やっぱ男性の方が圧倒的に多いですね。年齢も、やっぱ18歳から24歳、一番元気な年齢の方がガンガンやってるっぽいですね。はい。僕も今ちょうど親指のあるところに、このまあ過去28日間で稼いだとされる金額がここに表示されています。ちょっとね、参考がてらに見ていきますか。皆さんの予想はどれぐらいでしょうか。はい。この過去1ヶ月間でこの動画だけで稼ぎ出した、金額です。はい。7。はい。5。2。おっと、はい、おまだ行く、タラーン、はい、この1ヶ月の間に、日本円にして約そうですね12、3万、この動画だけで、稼ぎ出しています。はい、なかなかすごいですね。それでは、早速見せていきましょう。の前に皆さんの予想、この3択からいくらだと思いますか。この動画だけでこの約3年間稼ぎ出した金額を、お見せしていきます。はい、それでは、これからお見せしていきます。この今見てもらっているサムネのこの右側に、金額が載っているので、はい、見せていきます。それでは推定収益いきます。ちなみにこれは先ほどと同じドル表記なので、はい、いきます。それでは3、2、おー、はいはい、一番下の数字から8、これが1ドル
10ドル単位、これ100ドルですね。おお、はい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 、ここまではね。ちょ待って、ちょうど俺の生まれた年ぐらい。1986って。いきます、タン。はい、正解は、日本円にすると453万、飛んで295円でございますという結果になりました。はい、よくネットでね、検索して YouTuber がいくら稼いでるかみたいな、金額が出てくると思うんですけど、まああれとは比較にならないぐらい正確だと思います。はい、こちらに関しては、まあこのトレーニングも実際ね、パッパッパッパって作ってパッて出したわけではないです。めっちゃ考えましたよ。やっぱりその当時なかったものだからこそ、動画に作るに至るまでには結構考えました。めちゃくちゃ試行錯誤して、どうしたら僕の得意分野であるこの自重トレーニングのこの楽しさ良さっていうのを伝えれるのかっていうのをめっちゃ考えました。今では何分でどれぐらいのとかっていうタイトルとかサムネって当たり前のようにもう溢れてはいるんですけど、当時はなかったんですよね。なのでかなりいろいろ試行錯誤して、めちゃめちゃ考えて、メニューもすごい考えてやった結果、自分の頑張りが報われたっていうのがあの時のあの動画なので、決してパッパッパって作ってポッと上げてみたらボンってヒットしたっていうわけではないです。はい、結構時間もかけましたし、わりかし苦労もしました。言い忘れがあったので、これインサートを挟みます。あのトレーニング、今現在もたくさんの方に見られるほど、やはり内容がすごくいいトレーニングなので、腹筋がしたいっていう方はぜひもうこの動画見てください。今まで何万件っていう数の、人から、腹筋がつきましたっていうコメントをいただきました。まあ、それほど効果の高いトレーニング内容ですので、腹筋したい方はぜひ見てください。そしてこれ去年出した本なんですけど、ちなみに本の告知ではないです。はい。この本を出すときにイベントをやるっていう話をね、この角川出版でやってるんですけど、この角川さんとイベントをしたいって話をずっと去年からやってたんですけど、まあ、ついにそれが6月に、今年の6月もうすぐなんですけど、イベントをすることに決まりました。はい。そのイベントというのは合宿です。この僕自身と、合宿を行うというものです。一泊二日で。はい。興味のある方は概要欄に、リンク載せてるので、そこからサイトに飛んで、詳しくは見てください。はい。ちなみに本気になる方は全国の書店で買いますし、Amazon でも買えるので、興味のある方はこの本見てください。ちなみにその合宿は東京で行います。今回の動画面白かったと思ったらぜひいいね、そしてこのチャンネルの登録ぜひお願いします。まあこれからもこれだけね飛ばせるような動画ってそんな簡単に作れるものじゃないので、僕もそれはやっぱり毎回ね見てほしいと思って頑張ってちゃんと時間かけて作ってはいるんですけど、思うようにね動画を上げて思った通りに動画が見られるようなことはほぼほぼこの YouTube の世界ではないです。はい。まあ時は自分のそのやり始めたその動画のスタイルとその時の流行りというのにも全て乗って、アルゴリズムにもかなり乗って、まあ、こういった結果出せたので、まあ、狙って出せる結果じゃないだけに運が良かったっていうのも絶対あると思いますし、まあ、それほどもう簡単ではないってことは再度お伝えしたいと思いますが、今でも動画を継続して見られている方本当にありがとうございます。でこのチャンネルでは前ほどトレーニングの動画は多くないですが、もっとトレーニングの動画見たいって方はトレーニングだけに、注力しているチャンネル、ブーストアスリートっていうのがこれあるんですよ。これ知らない方ぜひ見てください。ここでは僕のトレーニングだけを紹介しています。筋トレをもっと見たいっていう方はこのチャンネルをチェックしてください。そしてメトロブログへのチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。